鈴木純一は、日本の映画監督、映画プロデューサー、脚本家。神奈川県茅ヶ崎市出身。神奈川県立湘南高等学校、東京大学文学部倫理学科卒業。日本映画監督協会会員日活に、助監督として入社後、熊代辰巳、市川崑らに師事する。日活ロマンポルノ作品でデビューした。1985年、青年海外協力隊として、モロッコに派遣。モロッコ保健省に配属され、要請の内容は視覚による、非認教育のための映画作成であった。しかし、任期半ばで臀部にできた、切の手術をモロッコで受けるが、予後の状況が芳しくなかった。このため任期を短縮し1年で日本に帰国した。その後、フリーランスに転じ、多くの作品を発表する。2001年に女優の榊原ルミと再婚した。世界でも活動し、延べ30カ国にて監督、プロデューサーとして外国の映画制作に協力する。2001年には、夫婦ともどもロサンゼルスに移住し、日本映画の海外セールスエージェンシー業務及び映画プロデューサーを行う。2010年9月29日、ラスベガス近くで自動車の自損事故を起こし、夫婦ともども重傷を負うも、2名とも命に別状はなかった。これを機に2012年に日本に帰国し、現在は日本を拠点に活動している。ありがとうございます。